ありがとうこちらですよあありがとう,おありがとう上げてねよろしくお願いします、呼んであげてください、上の皆さんもぜひさあ。ということで、おお、<laughs> 仲良しですね。さあということで、皆さん揃いました、改めて大きな拍手、そして大きな声でお迎えください。 よろしくお願いします。さあそれではですね、せっかくなのでお一人ずつご挨拶をいただきたいなと思います。はじめにガッチャードチームの皆さんからいきましょう。元島純正さんお願いします。はい、えー、新年明けましておめでとうございます。仮面ライダーガッチャード一ノ瀬法太郎役の元島純正です。新年初のガッチャー、本日もよろしくお願いします。 よろしくお願いしますいいですね1年の初めという感じがしますでは続きまして松本玲也さんお願いしますはいあけましておめでとうございます工藤理念役の松本玲也ですえあありがとうお父さん本日はよろしくお願いしますありがとうございますいいと思います素敵ですでは続いて藤林康成さんお願いしますあ、はい、けましておめでとうございます黒金スパナ薬藤林康成です笑えないジョークだ ありがとうございます。いいありがとうございます。続いて阿部音さんお願いします。はい、あけましておめでとうございます。一応蓮華役の阿部音です。嘘やろよろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。続いて富園力也さんお願いします。明けましておめでとうございます。えー、鶴原サビマル役の富澤力也です。鶴原サビモルトよろしく。よろしくお願いします。 <laughs> ありがとうございますでは、熊木陸人さん、お願いしますはい、えー、明けましておめでとうございます港役の熊木陸人です残念だよろしくお願いします <laughs> ありがとうございますでは続いて、技術チームの皆さんにもご話しさせいただきましょう菅秀吉さん、お願いします皆さん、新年明けましておめでとうございますえー、っと、今日は朝早くからありがとうございますよろしくお願いします ありがとうございますでは続いて佐藤龍我さんお願いしますはい仮面ライダータイー桜井キャラ役の佐藤龍我です本日はよろしくお願いしますありがとうございますでは続いて星野ゆなさんお願いしますはい明けましておめでとうございますクラマネ親子の星野ゆなですちょっと朝起きたら目が腫れててちょっと本日眼帯での登壇になってしまったんですけどよろしくお願いしますありがとうございますお大事に、うん では続いて木大勝人さんお願いしますはい、えー、明けましておめでとうございます、えー、仮面ライダーバッファー東道長役木大勝人です今日はよろしくお願いしますありがとうございますでは最後に青島ろさんお願いしますはい、えー、つむり役の青島ろです、えー、いろいろちょっと心配な世の中ですが皆さんがこの映画を見てすごく前向きに生きてくださったら嬉しいなと思います本日はよろしくお願いいたします ですね。ありがとうございます。さあ、では早速ですね。皆さんにお話を伺っていこうと思います。マスコミの方、ここからはフラッシュなしの撮影でよろしくお願いいたします。では、改めまして、皆さん映画楽しんでいただいてますでしょうか？ ありがとうございます本島さん映画公開からもう2週間が、はい、経ちましたけれども初主演映画ということでどうでしょう周りの皆さんからメッセージなどは届いてますかはいもうたくさん届いててなんか面白かったですとか、うん、あのー、感動し感動してなんかえなんで笑ってんのみんな全然関係ない大丈夫です<う>進めてください<う>ちょっと横の人たちがちょっと、うん、大丈夫ですオーケですオ <laughs> ーケーオーケ感動して涙を流してくれたりとかあのあ 感動して涙を流したとか言ってくださった方がいて、なんかすごく、なんか、ドキドキしてたんですけど、公開されるまでは、なんかそういった言葉をもらって、すごい温かい気持ちになったし、なんかすごくもう、嬉しかったっていうのもあるので、なんかその言葉を糧にして、今後、仮面ライダーを応援してくださってる方になんか、もっともっといい作品が届けられるように頑張りたいなっていうふうに思いました。ありがとうございいます素晴らしいね 大丈夫ですかカンさんの顎の調子は大丈夫でしたか佐藤さん何やってたんですかあ、何もなかったことになってますね大丈夫ですね特に顎が何か問題があった,あ,たあ、顎がゴミだった、はい、わかりましたありがとうございます調査しましたありがとうございますやっぱ協力していかないとそうですねやっぱりねチームだからねあんま、あんま今取らないであんま、うん 後で撮っててよ安心するねイルトね安心するおかえりに木大先生今日はよろしくお願いいたしますただいまただいまでございますおかえりほんとに初日は大変でしたよありがとうございますあなたがいないから別に俺ら待ってないけど待ってるの反抗期か 安心すするねありがとうございます <laughs> そんな菅さんですけれども「仮面、はい、ラ,ライダーギーツ」として本当に集大成の英語という風になったと思いますがどうでしょう支えてきた菅さんとしては振り返ってみていかかがですかいやでも本当にこの冬映画でまたこ本編が終わって「仮面ライダーギーツ」あのみんなと一緒に共演できて本当に幸せな時間でしたしあとあの監督の山口監督ともギーツの本編では2021話を持ってもらった以来なので。 あの本当に山口監督のもとでお芝居させていただいてあの僕たちも幸せでしたしあとは何よりこの仮面ライダーガッチャードチームと一緒に共演できて本当に幸せな時間でしたありがとうございます皆さんもね何度も何度も映画見て楽しんでいただいている方もねいらっしゃると思いますけれども初日舞台挨拶 の時に今ねちょっとあの木大さん安心したよなんてね今日来てくれてっていうお話ありましたけれどもその時は木大さんがまさかのバッファケミーでの登場ということになりましてあの全然受けなかったやつですかいや受けたんですよ受けたんですあのー、会場では受けてたんですよあのさ、うん、もっとやれたやろあれ <laughs> あもっといけたでしょうはいすいませんちょっと怖くて。 怖くてていやでもそうなんですよねうんうん今日が久々ってそうですよね<は>い,いかがでしょうか久々に皆さんの前に立ってみていやもう本当にあのなんかやっぱ皆さんのこ熱を感じますしありがたいなって思いますけどやっぱ一番はあのいなかったじゃないですか僕<は>い僕いなかったのになんかツイッターがすごい盛り上がってましてなんかなんか僕いないだけで僕の株が上が,上がるっていうカンさんカンさん <laughs> 関さんに言ってるのよ。あ、僕ですか。はい。なんか関さんの保護者でトレンド入りそうだったからね、あれ。本当ですか。勢いで言ったら本当に。いやでもなんかね、あの見まして、すごくみんな魅力伝えてましたし、楽しそうな舞台挨拶で、ちょっと今日楽しい楽しんでます。いや良かったです。はい。良かった。ありがとう。ありがとう。久しぶり。久々ありがとう。バッファケミンはね、藤林さんがずっとね一緒に。 いらっしゃいましたもんね。ありがとうございます。いやいいあの持ち手があったんで。持ち手持ち手なんかすごい持ち方してたね。そういえば。いやいやちょうど持ちやすかったんですけどいやいやあれだめよ。抱っこみたいな優しく。ああちょっとその考えはなかったですね。どういうこと？あるでしょ絶対。まあ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 あ。あ木田さん。止まら止まらないんでもうこの辺で。ありがとうます。ありがたいでございます本当に。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。さあもう皆さんちょっとねもうねあのなんかあの。 ちょっとさっきですねあの皆さんにもう映画見たよっていう方いらっしゃいますかというふうにお伺いしたんですけどもう一度手を挙げていただいてもよろしいですか見たよという方あーたくさんいらっしゃるありがとうございますこれからね見るという方もねたくさんいらっしゃいますけれども今回本作のタイトルが「最強ケミガッチャ大作戦」ということでそれにちなみまして今年皆さんが行いたい成し遂げたい大作戦、まあ、今年の目標的なものですかね 大作戦教えていただきたいなと思いましてまずは青島さんどうでしょうかびっくりしたねえ台本にあったっけこれあったよあったあまあありましていわなやつそうですね今年成し遂げたいやつやつやつ。の言いたいことたこと大作戦ことねことことですよねまずはこの映画を大ヒット させることじゃないですかねよりそうそうですねもう大ヒットしているとは思いますがより一層大ヒットさせてあのさせられるようにあの見ていただいてあの頑張っていただいて皆さん皆さんそうそう皆さんが頑張っていただいて SNS とかでねたくさんとかしていただいてそうですねはい頑張りますやっぱり一緒に頑張りましょう一緒に頑張りましょう皆さんいいですか ありがとうございます。ます <laughs> では続いて木代さんどうでしょうか。そうですね。成し遂げたいことですよね。そうですね。成し遂げてもらいたいことだったらあるんですよ、ねあ。ああ全然大丈夫ですよ。あの、はい、一人であの笑いを完結できるように <laughs> してほしいなって思いますね。はい。はい わかりました。さっきまでめちゃくちゃふざけてたのに、なんでそれゃおい。ちょっと、ちょっと緊張しない緊張しないの。緊張しない。でも、そうですね。あの、そうですね。あの、ちょっともう少しトークというか、ツッコミとかを、もう少し上達して。もっとキレのいいツッコミで、いきたいですね。ちょっと待ってください。職業なんでしたっけ。俳優とアイドルです。です別に芸人さんとかではないです。芸人さんじゃないんですけど、ちょっと今年はツッコミをうまくして。 このね、お兄さん方にもっと切り込めるように頑張っていきたいと思います。<laughs> 見つめるな、俺のことを。発注<手>。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう暖かく見守ってください。すでに素晴らしいんですけどね。はい、本当にね、あり,ありがとうございます。では、ゆなちゃん、どうでしょうか。うわ、成し遂げたいことですもんね。なんでしょう。でも、私。も。ちゃんと。同い年でしょう。そうですね。 ここまで切れ味が良くてこう何ですかこうやってこう質問された返しが150点満点くらいで返すじゃないですかなんか1年半くらいこう一緒にお仕事しててすごく悔しいんです悔しいのう嬉しい嬉しし大人すぎてね私もだから今年二十歳になるのでおつらいになりたいなって。 なるほどね、今年そう、二十歳なんですよ、僕たち、あと、琴島君も、そうですね、僕、そうなんですよ、来年、誕生日おめでとうございます、そうだ、みんなで元気食べて、早生まれですかうね、そう、それなので、ちょっとね、僕たち一緒に盛り上げられるように、大人になりたいってことかな。

出なくて、そうなんですよ。年末からちょっと声を枯らしてしまってですね。あのこの声だったら出るんですけど、なのであのやっぱりこの一年はやっぱ風邪をひかないことですかね。風邪をひかないことね。うん。風邪をひかないで。これ以上ね。皆さんもあの風邪をひかないで、あの元気に過ごしていただきたいなと思います。わかりました。で全員困ってるから本当に。いやでもレアですからね。こんな声聞くのね。逆にサドルイガさんの。 声が出ないんですよ無理をしないでマスコミの皆さんから皆さんなんと声の出ない佐藤龍我さんの分まで大きな声で龍我って叫んでもらっていいですかなんでその嬉しいね、でせっかく声出ないもんパワーもらいましょうよいきますよせーのこれ声出ちゃうね出てないけど皆さ皆様ありがとうございます引き続きぜひ ゆるがさんの分まで大きな声叫んであげてください。では、カンさんはどうでしょう。はい。うん、僕はそうですね。でもあの本当に去年よりかはあのあの応援してくださっている皆さんが本当にこう仮面ライダー通じてあの増えたなって思っていて、なので今年は去年とまた違った景色をお見せできるようにあの僕自身も探求心を求めて頑張っていきたいなというふうに思っています。素晴らしい。はい。 素晴らしい、うん、珍しい、ね、大人です。珍し,珍しい、珍しい、珍しいって言っちゃったの、みんなでね、素晴らしいです。では続いて、熊木さんはいかがでしょうかはい、えー、そうっすね、うん、熊木さん、めちゃくちゃ考える時間あった <laughs> <laughs>、えー、最近、引っ越してああ、えー、ダイニングテーブルをちょっと作ろうかなと。 自分 DIY はい DIY してみようかなええ素敵はいですなんか困った時は男でいっぱいありますんで皆さんに声かけてくださいはいちょっとみんなに声かけさせてもらおうかなとマネージャーさん通してちゃんとはいあとマネージャーさん通すんですね通さなくても大丈夫じゃないですかちゃんとしてるな素晴らしい楽しみにしてます出来上がったらぜひなんか SNS とかにあげていただきてねみんなで見たいなと思うので頑張ってくださいありがとうございます富澤さんはどうでしょう僕は結構 昔から無人島行きたくて、ちょっと今年無人島行きたいなって、めっちゃ思ってます、無人島で家作って獲物をガッチャしたいなって、思います本格的すぎて、ちょっとなんか、どこまでが本当かわからないぐらい、すごいですね、無人島やりたくて、わかりました、サバイバル、サバイバル、一番サバイバルっぽくない肌の色なのに、ね生き抜きたいですね。ちょっとじゃそれもぜひ SNS に 開けてお待ちしてますすごいですね無人島かでは続きまして阿部さんはどうでしょうはい私はこのメンバーの中で唯一変身してないんで変身したいですお願いしますそれは大人の皆さん同じやすそうですねプロデューサーの方特によろしくお願いします楽しみ皆さん楽しみにしてたいですねね いい、えー、目標だ続きましして藤さんどうでしょうか、はい、ちょっとなんか思ったよりガッチャードメンバーがふざけ始めたのではいちょっと僕もあの個人的な悩みなんですけど、はい、スパナってかっこいいはずなんですけどチャックが異常に多いんですよ。あ、本当だでチャックを開けてしまう常習犯なんで僕が特特に、<う>特に社会が。<laughs> え、社会が社会が開きがちなんですけど<う>結構いつも急いで着替えちゃうとゃ社会が開いてるんであとあの足元とかもちょっとそこら辺をちゃんとかっこよくファスナーは締めたいなって。 ちっそんなあのちょっと本当にね何もなく撮影を終えたいという気持ちでございます。そうですね。できればそうですね。社会だけは常に気をつけて閉めておいて。チェックが多いんですよね。本当に。本当ですね。ちょっとね小さいお友達社会の窓って分かんないかと思いますけれども。あのかんないんですよ。あこの部分のあの部分のあれです。気をつけてですね。今一度みんなちょっとかっこよく走り抜けたいなと。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけてください。頑張ります。はい。 誰か気づいたらすぐに言ってあげてくださいお願いしますでは松本さんどうでしょうか後に、ね、嫌だね話しづらいね私は映画でせっかくヒーローになれたので工藤輪廻としてかっこいいヒーローになっていろんなケミをガッチャしたいなって思いますいいですね素敵でございますありがとうございます楽しみにしてますでは最後に元島さんどうでしょうか はい、えー、僕はあと仮面ライダーの本編の撮影の方が<お>あ半年ほどで終わってしまうっていうことなのであのこの仮面ライダーガッチャードっていう作品の面白さをもっともっと皆さんにお伝えできるように、えー、全力で頑張りたいなっていうのが今年のガッチャですはいそれ俺が言いたかったあ、ごめんいや,いや、チャック閉めるってそういうことあ、そ <laughs> ういうこと全然違うでしょうう、はい、どういうこと あ、ごめん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 、全然、ほんまにごめん、やめて大丈夫、ありがとうやばい、やばいあの、とりあえずみんなで頑張ろうってことですそういうことですそういうことです皆さんも一緒に盛り上げてくださいねよろしくお願いしますありがとうございますじゃ皆さんそれぞれのね、ガチャ大作戦を聞いたところで 本作は、まあ、クラスオーバー作品ということでこのねガッチャードメンバーそれからギーツメンバーとそれぞれチームに分かれてその最強ケミを捕獲するというストーリーになってるのもねたくさん見てくださってる方いらっしゃるのでもうご存知かとは思いますがそんなチームがあります。なので今日はここで突然ですがチーム対抗 PR 対決を行いたいと思います ねえ各チームですね、まあ、それぞれ20秒という短い時間なんですけれども、その間で自分たちのチームの魅力をみんなに伝えてもらいたいなと思っております。ではですね、審査員をちょっとここで選ばせていただきたいんですけれども、熊木さんと青島さん、はい、審査員として、ちょっと私の方まで来ていただきまして、はい、こちらで皆さんの PR を見守ってもらえればなと思います、はい、よろししくお願いします。 さあ、ではですね、いいでしょうかもうね、準備はできてるでしょうか早速、チーム一からお願いしたいと思います。発表します。アビさん、富澤さん、ユナちゃん、三、はい、人前出てきてくださーい。はいはい、真ん中まで出てきてもらって。頑張れいいね、ここでしか見られない、このね。チームいいですね。えー、やだよ。やだじゃないよ。いやいやいや頑張りまし,りましいいですか、二十秒ですからね。二十秒ですよ。<laughs> はい。いきますよ。 さあ、それではいきましょう。用意スタート。癒しと明るさと可愛さを届ける。あざとさマックス。ほわほわチームです。私たち可愛いもんね。ほら見せてやるよギャップ。うん、ギャップ。ギャップ見せてやるぞ。 あっという間に20秒になりました。素晴らしい。よかったですね、二人ね。はい、うん。ちょっとお二人にはどの、どのチームが一番良かったかを、ちょっと決めていただくので、はい、ちょっとしっかり見ていていただいて。はい、お願いします。はい、お願いします。お願ますあっ、はい。これがこうそうすか分かりませんよ。いいですかありがとうございました。チーム1に拍手ありがとうございました。では続いて、チーム2に移りたいと思います。チームの2は、藤林さんと木台さん。お願いします。あ、来た。あす。 お願いします大丈夫いい並びあいい並びですねさあそれではいきましょうーいスタートはい、えっと、今回はスパナが、えー、大活躍していや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 バッファがすごく大活躍してまあ、道長がもうメインじゃないかい<や>っていうちょ言っていいあの本編通して全然勝ってないから <laughs> 全めちゃくちゃ悪いんですよバッファそれに比べてスパナは何かいやいやいやいいっすかあのもうこれ言っていいか分かんないですけどあの、ガチャドメンバーから一番嫌われてますおいそんなななことないよな 嫌われてますから。嫌われてるで終わりました。嫌われてる。あ、なるほどね。皆さん、見てください。そうですよ。お二人大丈夫でしたでしょうか。見ていただきました。ダメージがでかいんすね。そう。俺もちょっとダメージでかいな。うん。いいコンビなのかな勝ってる時もあったから。うん。勝ってる時もあるから。あんま見てないっすもう裏返っちゃって。ジャマシンバッファなったから。もう終わったのよ。もう終わったの。ありがといます。喧嘩しない。はいはい。では続いてチームの三人行きましょう。渡島さん、佐藤さん。

あの僕たち頑張ってます。頑張ってます。応援よろしくお願いします。お願いします。のシャちゃん。ああ終わり。なかなか個性豊かですねお二人ね。大丈夫ですかねこれね。ああピースピースじゃないね。えちょっとちょっとあの後で後でフォトセッションあるからそうそうそう二人だけ写るとしないのありがとうございます。 いいチームだなさあそれでは最後チーム4行こうと思いますそれではかさんと松本さんお願いしますでは前に出てきていただいて OK かな準備できたかわいいなんかかわいい身長差かわいいさあ行きますよそれでは準備いいかななんかいつもと様子違うな長いっすよね長いなだなぜ、はい、それにこにこしてんの喋りたいだけなんか優しい顔してる 見て膝の膝のクッションがいいねそんな感見たことないそんな感見たことないじゃあいきましょはいではよいスタートせーのレイオちゃんが仮面ライダーに変身しましたイイまだ10秒あるまだ10秒あるえっとキツねうどんを食べました終了 ありがたいありがとうございます。さあ、それではだいぶ個性豊かでしたけれども、青岸嶋さんそして久葉木さんどうでしょう。誰にしますか。どのチームが一番良かったでしょうか。え、これは圧倒的です。魅力が伝わった。映画の魅力が伝わった。一番映画の魅力が伝わった。ねえ、あれよね。どうでしょう。僕は一番的にはあ、全然ちょもうちょっと前出ていただいてもいいです。か個人的には個人的にはあの。 三人組おー,おーやったーう私も礼しまし個人的には。はい。 なんかこう練習の成果が見えたあーなるほどねキヤイキヤイちゃんとしてるさすが先生珍しい意見ですねホウコちゃんはそうですねいじって言い方かわかんないんですけど三人組の方のなんか最後の方二十代後半なのにちょっとなんかなんかああおいすごいなと思ってなるほどなんか映画の魅力が伝わるのって言ったらあのかわいいかわいいレイヨ様とあの菅さんのペアかなとなるほどなるほど やなちゃんも可愛いよ、うちの姫も可愛いですけど。最後の方がね、ごめんなんか痛 <laughs> かった。怒ってる、怒ってる。じゃ、みんな良かったということで、よろしいでしょうか。Huh、<laughs> 優しい。<laughs> 全員素晴らしかった。ありがとうございます。お二人もありがとうございました。戻るとき気を付けてくださいね。橋本ね。ありがとうございました。<laughs> いや、皆さん、楽しんでいただけましたか。 よかったねここでしか見られないね、このね、チームですからね、ぜひ目に焼きつけてってください。さあ、素敵な PR をいただいたところで、ここでですね元島さん、菅さんより大事なお知らせがあるということですけれども、お願いします。はい、えー、この映画を見ると、えー、第2弾入場者さん特典として、ライドケミートレカ、えー、冬のお年玉バージョンがもらえます。素晴らしいねカンさん はい。うん、そうです。ここでしか手に入らない、はい、あの、入場者特典が手に入ります。同じこと言った。ぜひ皆さん、ゲットしてくださーい。超豪華特典でーす。ありがとうございます。お二人ともありがとうございます。さあ、それでは、これよりですね、フォトセッションと行きたいところなんですが、サプライズで、今日は、 このようなものを用意いたしました港先生こと熊木さんよろしくお願いしますはい何かなさあなかなうん何かな,ん何かなサプライズみんな知らないの誰も知らない…オッケー出た <music> うわーハッピーバースデーみんなも一緒にハッピーバースデートゥーユーあ俺 <laughs> あ、ちょっと可愛い。1月5日お誕生日おめでとうございます。ええマジで。ありがとうありがとう本当ありがとうえありがとうございます。ねなんと1月5日で19歳になりました。おめでとうございます今日はですねお誕生日だったということでケーキをご用意 あの真ん中にギスケミンがいてでそのチョコレートとあチョコレートじゃないや生クリームがいっぱいの上にイチゴがたくさんなっております。改めて本島さんお誕生日おめでとうございます。うわありがとうございます。す、え、ご、ー、いね。元島さんどうでしょうみんなからたくさん祝福あったと思いますけれどもなんかメッセージ届いて19歳はどんな年にしたいですか。えー、そうですねやっぱ19歳は、うん <laughs> や,ばやばい、やば混乱してなりません。でも全力で突っ走ります。<laughs> よし、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとですねオフィシャルで写真を1枚いただきたいので、ちょっと本島さんのケーキの前に来てもらって、ちょっと顔近づけてもらってもいいですか。本島さん、あそう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 、そんな感じで、じゃあちょっと1枚だけお写真いただきますね。はーい、オフィシャルにお願いしまーす。OK かなはーい、じゃあちょっと、ちょっとだけ、もうちょっとだけかな。 <laughs> あ、後ろに入り込んでるやつがいる。うん、いいと思う。大丈夫でしょうかーはい、ありがとうございます。おめでとうございます。えー、ありがとうございます。めに大きな拍手を送りください。おめでとうございます。まえせっかくだからみんなで、ハッピーバースデーって言ってみましょうか。うせっかくなんでね、<お>せーの。ハッピーバースデー。おめでとうありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。 さあ、あ<ー>ということでですね、でもここからあの本当にフォトセッションに入りたいと思いますので、マスコミの皆様、準備をお願いいたします。 もう来年まで手振れないってぐらい手振ってください。ぜひみんな。もうすごい、あすごいすごいすごい。はい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 。何あれ？何あれ？マジマジシャンかなんかなの？はいありがとうございます。どうでしょうか？オッケーありがとうございました。皆様ありがとうございます。ありがとうございまーす。<laughs> さあということでですね、もうちょっと。 なんと大変名残惜しいんですがそろそろお別れの時間が近づいてきてしまっておりますでは最後に皆さんを代表して本島さん、菅さんからメッセージいただきたいと思いますでは本島さんからお願いしますはい、えー、まずはあの本当に熊木さんあと今日お祝いしてくださった方本当にありがとうございますまさか今日お祝いしてもらえると思わなくてちょっと全然え <laughs> そう、あさんがね、<れ>ケーキをしたんじゃない、ねあ。あ、違う、あ、そういうことか。でも,で,もね、でも、でも、持ってきてくれたもんね、嬉しかった。です、ね、そうなんかお祝いしてくれて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そうですね、で、もう、今日という日を、うん、違う、なお、ちょっと、何をとしたら、でも。なんか、本当に、この映画の、な、この映画は、もう、何回見ても、面白いような。なんか、飽きないような要素がいっぱい詰まってて、なんか、見れば見るほど、その面白さを、その他の人に。 このおすすめポイントここだよって共有したくなるポイントとかがいっぱいいるので、ぜひ映画館で何回もガッチャしてみてください。えー、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ますでは菅さんお願いします。はい、今日はお集まりいただきありがとうございます。えっと仮面ライダーギーツ本当に集大成のあの今回映画で本当にあのみんな。 必死にこう頑張っていますので、あとはこの仮面ライダーガッチャードとの、あの。どう絡んでいくのか、どういう物語になっていくのかっていうのを、あの楽しみにしていただけたら嬉しいなというふうに思いますし。あとは。お正月、なんであの。皆さん、おせち食べましたか。食べた?。食べた?。食べた?。よかった。よかった,よかった。え、ちなみに、木材は食べた?いやいや。いや,いや、やた,た、食べたけど。 最後の挨拶最後の挨拶だから、ね、okay, すみません、えーえっとあの、本当にお正月ということもあって、あの新年あの、本当に心痛いニュースが本当にあのたくさんありますがあの、この仮面ライダー、ガッチャードギーツを見て、少しでもあの本当に元気になる源を届けられたらなというふうに思っています。あの今日はああありりががととううごござざいいままししたた 以上で、新年明けまして大ヒットオンレブ大冊終了とさせていただきます。キャストの皆さんに、どうぞ大きな拍手と大きな声援をお送りください。ありがとうございました